海上自衛隊でも、新たに、イージス艦2隻の建造が決定している状況で、アメリカ海軍イージス艦の最新レーダーの情報をキャッチしました。今回は、次期建造イージス艦の構想は、現在のアメリカ海軍イージス艦で、大胆予想を詳しく考察していきますね。アメリカ海軍イージス艦のパーツを導入するのが日本イージス艦の流れですが、問題は、レーダーと VLS の数になります。あとは、日本独自の技術で少人数化でしょうね。AI で、索敵迎撃やトマホークの発射度も最適化。怖いのはサイバーと電磁波攻撃でしょう。昨年2023年10月に、アメリカ海軍に収益を果たしたのが、同国海軍の主力の水上戦闘艦である、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦の実に75番艦であるジャック・H・ルーカスであり、太平洋艦隊に実戦配備されると見られている。このジャック・H・ルーカスの艦名は、太平洋戦争における激戦の一つである硫黄島の戦いで、アメリカ海兵隊において、最年少で名誉勲章を与えられた同盟の隊員の名にちなんで名付けられたものとなっている。ジャック・H・ルーカスが、同艦を含めたアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の総合係数75隻の中で注目されるのは、同級の最新鋭のバージョンである、フライト3の最初の艦である点で、現在は、17隻のフライト3の建造が見込まれている。アーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、1988年から建造が開始され、1991年から収益に至ったが、バージョンとしては、最初のフライト1が21隻の建造、次のフライト2が7隻の建造、現在の主力のフライト 2A が47隻の建造予定で、最新型がフライト3だ。最新鋭のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦であるフライト3は、全長 155.3m、全幅 20.1m、満載排水量9700トンの船体に、小ガグ砲式として、4機のガスタービン機関を搭載。最大出力で10万5000馬力、速力30ノット以上を発揮する。この船体に、フライト3では主兵装として、前のバージョンのフライト 2A と同様に、マーク41、モッド7、15、VLS を合計で96セル装備しており、そこから、対空用の SM2、SM3、ESSM、対専用の VLA、対地対艦用の TLAM など各種ミサイルの運用が可能となっている。アーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、最初のフライト1から、ジャック・ H・ルーカスの最新のフライト3まで小規模な改良が続けられて、未だ、しばらく、アメリカ海軍の主力の水上戦闘艦として、建造と運用が継続されている状況である。そんな中で、今回のジャック・ H・ルーカスの最新のフライト3が、従来までのバージョンと大きく異なる点は、イージス艦として、その兵装システムの構成の重要な要素である、フェーズドアレイレーダーを刷新した点だろう。従来までのフライト 2A バージョンまでのアーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、このレーダーに、現在のロッキード・マーティン社が製造を行っているスパイ1のシリーズを採用していたが、フライト3ではこれが改められた。フライト3で採用されたのはスパイ6シリーズのフェーズドアレイレーダーであり、これはアメリカの RTX コーポレーション社が製造を行っている製品であり、その会社名には聞き覚えがないと感じる方もおられるかもしれない。RTX コーポレーション社は昨年の2234年7月に企業名の変更を行う以前はレイセオンテクノロジーズ社を名乗っていた企業で、アメリカの航空宇宙分野の軍需企業の大手であり、レイセオンという社名はよく知られていたと思う。現在は、RTX コーポレーション社となった同社は、本社もマサチューセッツ州からバージニア州に変更、事業分野としては、航空機用の機関部及びガスタービン機関の製造と開発、官民両方の航空機システム、様々な産業用機器の設計と製造、そして、各種レーダーやミサイルを手掛けている。この中で、航空機用の機関部及びガスタービン機関の製造と開発は、プラット&ホイットニー、官民両方の航空機システム、産業用機器の設計と製造は、
コリンズエアロスペース、各種のレーダーやミサイル類は、レイセオンが担当する3事業部で構成されている。今回、この RTX コーポレーション社の中のレイセオンが開発を行ったものが、スパイ6シリーズのフェーズドアレイレーダーであり、同社の発表によれば、このスパイ6シリーズのレーダーの生産契約をアメリカ海軍と締結したとされている。この契約は、2年前の2022年3月にすでに締結されていた総額で、およそ30億ドル相当の内容を拡大、継続するものであり、これによって、スパイ6シリーズのフェーズドアレイレーダーは、合計で38セットの納入が確定したとされている。スパイ6シリーズのフェーズドアレイレーダーは、今回のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦のフライト3のジャック・H・ルーカス以外にも、アメリカ海軍の各種の艦艇に搭載が決定しており、拡充の傾向にあると思われる。ここで、有各種のアメリカ海軍の艦艇とは、まず、アメリカ級強襲揚陸艦のフライト I 及び、サン・アントニオ級ドック型輸送揚陸艦のフライト IAE があり、これら揚陸艦のレーダーとしても搭載が進む予定である。また、これらに加えて、アメリカ海軍の最新鋭の原子力航空母艦であるジェラルド・ R ・フォードや、コンステレーション級のミサイルフリゲートにも搭載が予定されており、様々な新型艦艇への採用が見て取れる。こうしたアメリカ海軍の各種の分野の大きさも、様々な艦艇に、スパイ6シリーズのフェーズドアレイレーダーが採用された理由としては、同レーダーが箱型の形状のモジュール化で構成されていることが大きく寄与していると、製造元の RTX コーポレーション社が見解を述べている。この箱型の形状のモジュール化が可能なことで、大きさ、規模の異なる様々な海軍艦艇への搭載をスパイ6シリーズは容易にしており、その艦艇に応じた柔軟なシステム構成を行えることが大きなメリットと考えられているようだ。加えて、スパイ6シリーズのフェーズドアレイレーダーは、RTX コーポレーション社によれば、従来の例えば、ロッキード・マーティン社製のスパイ1シリーズよりも、敵目標の探知可能な範囲や精度が高められていると説明されている。ロッキード・マーティン社製のスパイ1シリーズも同様なフェーズドアレイレーダーであり、これまではアメリカ海軍のイージス艦であるタイコンデロガ級、ミサイル巡洋艦やアーレイバーク級ミサイル駆逐艦のフライト 2A までその地位を独占してきたといえる。日本の海上自衛隊のイージス護衛艦である、金剛型4隻、アタゴ型2隻、マヤ型2隻の全8隻も、すべて、ロッキード・マーティン社製のスパイ1シリーズをアメリカ海軍に倣って採用、搭載しており、まさに標準の装備であった。今回、アメリカ海軍が、最新鋭のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦である、フライト3の最初の艦艇である、ジャック・ H ・ルーカスに、RTX コーポレーション社製のスパイ6シリーズのフェーズドアレイレーダーを採用したことは日本にもどのような影響を与えるのかが注目される。折しも日本は周辺の安全保障環境の急激な悪化を受けて2023年度の防衛予算案から大幅な増額に舵を切った状況だが、その予算増の中にはイージス護衛艦を2隻新造することも新たに盛り込まれている状態である。この新造するイージス護衛艦の2隻が、現時点での最新鋭のマヤ型の追加となるのか、はたまた、小改良を加えた新たな艦級となるのかも判明してはいないが、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦のフライト3のジャック・ H ・ルーカスのように、スパイ6シリーズのレーダーを採用するのかが気になる部分だ。ちなみに、陸上配備型のイージス・アショアの導入の中止を受けて、その代替策として、2隻の新造が行われるイージスシステム搭載艦には、イージス・アショアで使用するべく契約を行っていたロッキード・マーティン社製の SPY-7 がレーダーとして採用される。この点も、既存のイージス護衛艦の搭載するロッキード・マーティン社製のスパイ1シリーズとの連携について、その運用を含めて複雑化することを危惧する声も多かったが、今後の艦載用のレーダーをめぐる動きからは、目が離せそうもない。